育地島レモン谷にあるオブジェ育地島レモン国広島レモンは、広島県で生産されているレモン。瀬戸内広島レモン、瀬戸内レモンとも。2012年の広島県の観光キャンペーン、惜しい。広島県で日本一と知らなんだ広島レモン、惜しい。と、自虐的に歌われるなど、当初は知名度の低い広島レモンだったが、同キャンペーンを皮切りに、 広島県の温度取りで多種多様なブランド化の取り組みが行われ、マスメディアに積極的に PR し、レモンの汎用性が非常に高かったことから、大手食品メーカー等に使用されるケースも増えて、2015年頃からブームとなり、短期間で広島の新名産になった。広島県果実農業、共同組合連合会によって、地域団体商標申請され2008年認定。 道県内の地域ブランドに大腸レモンがありこちらは JA 広島豊かによって地域団体商標申請され2009年認定されている。本校ではそれを含め道県内で栽培されているレモンについて述べる。日本のレモンの食料自給率は1割を超えるか、それに満たないほどで国内に流通しているレモンのほとんどが外国産である。 自給率が上がらない理由にはいくつかあるが、一つには、国内ではレモンが栽培できる、気候条件に合う場所は限られていることが挙げられる。しかし、外国産レモンは、輸送に時間がかかることから、未成熟のまま防火備剤や防腐剤が使われた状態で船積みされるのに対し、国産レモンはその薬剤は使用せず、完熟した新鮮なものを市場に出せるという、大きな強みがある。 年々食の安全が注目されていったことにより需要が高まっている。その中で広島レモンは栽培面積、生産量ともに日本一であり、現在流通する国産レモンの半数以上を占めている。減農薬あるいは無農薬で栽培され防腐剤やワックスは使用していないため安全に皮ごと食べられる。季節関係なく一年中生のレモンを食べられる。 体制を確立している。初めて栽培されたのは明治時代であり、1964年輸入自由化により壊滅的な状態にまで落ち込んだが、食の安全性からその存在が見直され、2000年代に入り、地域ブランド化、六次産業化に向けて参官民連携で積極的に栽培普及及及び広報活動を行っている。大町地区、斜面で、 柑橘栽培が行われている。左奥の黄色や右端の大きめの船は、みかん船と呼ばれる、運搬用の農船で、島の中だけでは土地が足りないために、近くの島に設けた畑にその船で行く出作が行われていた。保存されている、みかん船の大長丸瀬戸田パーキングエリア付近、斜面で柑橘栽培が行われている。広島県内でのレモンの産地は、 瀬戸内海沿岸,岸部、特に、芸予諸島内にある。具体的には、東から、尾道市、三原市の警備群島、豊田郡上大崎群島、東広島市、大島島、呉市大崎群島、鎌狩群島、呉市と江田島市の秋群島にあたる。このうち特に産地として、有名なのが、呉市豊町大町を中心に、JA。 広島豊か館内の大崎下島、豊島、大崎上島で栽培されている、大長、レモン、尾道市瀬戸田町 JA、三原館内の育地島、高根島で栽培されている、瀬戸田レモンである。大長は、広島県におけるレモン栽培発祥の地であり、生産面積で見ると3等分である、大長レモンが日本一である。島単体で見ると、育地島で、 最も生産されており、たたら大橋近辺のタルミ地区には、レモンダニと呼ばれる一大産地がある。これらの地理的特徴は以下の通り、この地域のみでレモンが育てられている理由は、レモンが他の柑橘に比べて栽培できる気候条件が難しいためである。条件には、気温が氷点下3度になると固視するため温暖な気候であること、 レモンの枝には長い棘があり強い風が吹くと早みを傷つけて柑橘海洋病の原因となるため台風などの強風が吹かない地であること、水はけもよく霧の発生が少ないことなどがある。そのため国内でもレモンが育てられる適正地は少ない。ちなみに大腸は広島県におけるみかん栽培発祥の地でもあり昭和30年代には 国内の和瀬雲州みかんの4割を大腸の者のが占めていたことがあった。日本で初めて動力式柑橘旋旋火器を導入した地であり、鹿島正人によって日本で初めてみかんの缶詰製造が始まった地である。青旗の二十日の出洋の新も大腸の出身である。戦前、この地方で栽培される柑橘の海外輸出権獲得に尽力した、餅月啓介定心大臣。 広島県大崎上島出身。レモン輸入自由化に踏み切った池田隼人首相。広島県竹原市出身。戦後のこの地方の発展に大きく関与した人物でもある。日本にレモンが伝わったのが1873年旅行中のイタリア人が熱海の旅館の庭に植えたのが始まりと言われている。広島県には1897年代町で、 植えられたもので、和歌山県から買ったネーブルの苗木にたまたま、リスボン種のレモン苗木3本が混入していたことから、試食したのが最初と言われている。食べ方がわからなかった農家は、大町の南にあるみたらしに寄港する船乗りから、教わったという。栽培面積は広がり、大正時代には海外に輸出されていたこともあった。瀬戸田には少し遅れて1928年から、始まる。 ただしこれらの地も含め瀬戸内の当初ではあくまでみかんや八作ネーブル栽培が中心であった。戦前の国産レモンは国際情勢の影響で外国産が輸入禁止となったことで需要が高騰した。本格的なレモンブームは戦後の1949年からで右肩上がりで価格は上がっていき、瀬戸内の沿岸部や当初では栽培面積が増えていった。 1953年には広島県の生産量は日本一となり、1963年には国産レモンの半数以上を占めるようになった。1964年レモン輸入自由化、1970年レモン、果汁も自由化となり、価格競争に負けた国産は一気に下火となる。さらに1976から77年寒波。 1980から81年間パで多くのレモンの木が枯しし、減炭してしまった。大腸においては一時は、ごくわずかな生産者が観光土産物用に栽培している程度であったという。そこで1980年代以降になって、広島県内の農協はレモン増産に踏み切る。これには以下の要因があった。1982年育地島で全国に先駆けて、 全島でレモン増殖運動を展開したことにより生産量が増えていった。大腸では1990年代から本格的に取り組まれ、その管轄である JAA、広島豊は2002年レモン日本一産地化計画を打ち出した。この中で栽培普及と安全性のある流通に加え、周年供給可能な技術開発、加工品目の増加を目指した。 広島果実連は2008年、広島レモンプロジェクトを発足、同年広島レモンが2009年大腸レモンが、地域団体商標に認定された。そして県を挙げて振興するため2012年に、県の関係機関、各産地の JAA で、広島レモン振興協議会を発足、同年の県による、観光 PR、推し広島県キャンペーンに合わせて、積極的に、 広島レモンをアピールした。また2014年からはフレッシュレモンになりたいのをキャッチコピーにしている NMB48 の市川三よを広島レモン大使として起用し PR 活動を展開。市川は広島県も根拠地とする STU48 発足後も大使としての活動を継続している。農林水産省特産果樹生産動態当調査より なお1969年まで廃予感、発作も含む、レモン増産体制に入った1990年代から個別に加工品目について練られていた。2012年県の観光 PR をし、広島県キャンペーンの際には、広島レモンの知名度アップに、ハート型レモンやレモン鍋が広告塔として活用された。こうしたアピールの中で、 札幌ホールディングスカゴメアオハタなどの民間企業とレモン利用協定を結び、さらに広島菓子博2013開催で、さらに企業にも認知度が上がり、加工品目も増えている。2014年には塩レモンブームが起こり、それに関連した加工品も出ている。一家2017年現在流通している品目例を列挙する。ありがとうございます。